こんにちは、ブレードランナーです。ものすごい久しぶりにズカズカさんとツーリングをしております。今日の目標がスーパー林道で、紅葉を見ようというのが、目標です。お久しぶりです、ズカズカさん。お久しぶりです。どないしょったんですか、この何ヶ月も。漁をしておりました、漁。なるほど。アユ漁、アユ漁ね、うん。こんな暑い時バイク乗れんわな。今ほんだけど寒いな。寒いや、言うもんでないね。なんかグローブの洗濯を間違えたということで、手が冷たいと言っております。久しぶりの。オフロード、林道。まあこの辺は、これは11月にならんと紅葉にはならんとは思うんですが、情報によるともう山の家あたりは紅葉がちょっと終わってるところもあるのでないかという話で今日はやってきましたが、天気ええ予報だったのにな。ほんまやね、雨降ったんやね、これ朝。なんか怪しいぞ、これ。で今も上の方はでも明るい感じ、山の向こう。うん、うん、あ、バイク来ましたよ。登録お願いします。びしょびしょになってませんか、よく見てくださいね。いけそうに思ったね。あ、今のあのシールドも濡れてなかったな。あ、そうですか。うん、ほんでも綺麗なよな。うん、やっぱり山の桜ってこんだけ綺麗に紅葉していくんやな。うん、羽浦のな、うん、桜の方の桜やこんなん紅葉せんよ。なんか汚いなっておしるでね。そうじゃ、林道に側溝や作るんかな。お前にちょっと、キリさんが、キリさんが景色がちょっと見えんようなぐらい霧があります、この辺は。ほんまやな。うん、この辺いつも綺麗のにね、景色。そうそう、登山口、鶴見さん登山口、ここからの景色は何も見えないというのが。ああ、源流ね。はい、残念ですが景色は見えません。うん、店やってませんけど、ちょっと休憩しましょうか。はいはい、はい。あれは先見えるんかな。大変素晴らしい霧ですね。紅葉が綺麗な紅葉が見える予定だったんですけどね。この周りは、僕たちのバイクよりも赤いはずなんですが、でもそれはイマジネーションというか想像力で全て補うことができます。私には見える。動画には撮れてないと思いますけど、大変美しくね、紅葉が見えてますよ。メガネかけましたしね、ちゃんと。メガネのせいではないと思うけど、綺麗になってきたな。あ、いいわ。うん、ええよ。素敵素敵。素敵やね。うん。はっきり見えるね、ほんで、なんか。
ほな綺麗に紅葉を見ながら行きますか。そうやね。よいしょ。それでは行きますか。はい。寒い。ここからは美しい紅葉が見えるはずです。近づけば。この辺ね。あ、見える見える。綺麗よ。綺麗綺麗。遠く見えん方がええんちゃう？そんな今日かもしれん。フォーカスされるでこう目の前の。うん、ね、な。でちょっとこうスモーク入れてもらってね。そう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 。こんほんとに綺麗ところば。確かにほんでももうこの辺ちょっともうちょっと前は良かったんかな。これ綺麗なこの青と黄色いのも。ほんとに綺麗よ。うん。ここが綺麗かったんじゃなかった？この間去年、ほらほら。おお、すごい。この色合い、なんともね。素晴らしいね。うん。で、僕たちのためにこういう霧で一瞬隠したりな。そうそうそう。演出やな。演出よこれが。ごっつい綺麗で。うん。いい感じですよ、今後ね。うん。黄色と赤と。で濃い緑もあって、うん、この辺も綺麗ね。綺麗な。岩肌もちょっとこう緑がいい感じで、うん、でこのちょっと雨っていうかなんか湿った感じで、うん、こんなとこほんまバイクでもいいけどここだけぐらいはとことこ歩いて登ってきたら気持ちいいやろね。ほらえんじゃん、うん、やっぱりこれぐらい降りてきたらもう霧というか、うん、の中は抜けるんやな。これ左行くんやね。うん、久しぶりやなここ通る。というかスーパーリンド久しぶりじゃんしな、うん、今シーズン初ちゃん。うわイノシシさん、ほらほら、おお、まじゃ、もうこれ葉っぱ落ちとんねんね。ほんまやな。あら、これ車通りにくいなっとうわ。おお、あ、でもまあ、なんとか通れるか。うん、なんか落ちたら完全に下まで行くって感じだ。どっかに引っかかるってことはないっていう。ああ、で、この向こうがよ、うん、君が大好きな風の風の通り道ちゃう、うん、ここちゃうんで、まだ向こうよ、うん、右入っていくとこね、うん、あのご飯をここで食べようかやで、はい、食べ出したらここへ陣地寄ったとこ、一番寒いとこで食べたやつね、去年ね。そうそうそう、でも綺麗な、ここへ。ほんでもこれ冷たい風が当たるから紅葉早いんちゃうんですか。うん、鼻水出てきた。うん、全く同じ状況です。だからね、今日はね晴れないよ。うーん、平地は平地はこれまあまあ風吹いてます。それもごっつい冷たい風が。しかるに向こう側は青空と。ちょっとこれを動画に撮っておこう。このモミジめちゃくちゃ綺麗ですぞ。ああ、どこなんだら上から霧が降りてきて見えんなんじゃ。おお、すごいね。うん、ミラーが見えにくい。まあライトつけてきてくれたらいけるけど、
これは紅葉も何も見えませんな。うん、見えません。だいぶ霧が濃くなってきました。ほいでこの辺風吹きょらんで全然こう吹き飛ばされんのだろうなこれ。うん、さっきのとこまでまあまあ風吹きょったけど、うん、なんか全く風がないって感じやもんな。無風じゃ、うん、これほなかでやっぱ走りにくいね。先が見えんっていうのは、うん、路面状況読めんから。そうやな、へそはへそとしてこないな。でもそうやね、うん、はい、へそ、へそにやってきました。徳島のへそ、はい、素晴らしい素晴らしい景色です。素晴らしいです。ああ何回も来よったらこんな時にも来るわね。うん、私は1回しか来てないのに少しだけファガスの森高城で休憩して、再度出発します。今時刻が3時42分です。全線制覇まであと30分ぐらい。こんなもんじゃな、うん、あっちが短いけんな、うん、ただこっちがあって道悪いよな。悪いね、うん、坂が多いけんよ。もともとある土がどんどん流れてしもて、うんうんうん、だけど大方登りでしょ。そうやな、うなけこのこっちから行くと、うん、なんかでっかい石の方へ引きずられていく、引きずられていって乗り上げようと思うじゃんね。なんかこれ標高が低いんちゃうこれ。そうかな、ほんで抜くんかな。この可能性高いよ。だって霧もないしな。紅葉が今までまあまああったで。うん、青いな。そうだろう、蜘蛛巣トンネルや言うて高そうなけど全体としては低いかもわからんな。まあほらほうだろうな、低いとこやけんそこにトンネル抜いとんだろうな、うん、これ山がよくやってこの高い山では抜かんわな。そうやな、このほんまにこの東コースかこれ。うん、東コースは厳しいなこれ。厳しい。まあだいぶこう遊ぶ気持ちで行けばあれやけど、今のとこやな。うん、まあ荒い。ごっついやな。石の大きさがとてつもなくでかかった今。ここが一番高かった。あとはもうずっと降りていくんだったなこれ、うんうん、このよく休憩しに来た。あ、ほんま下界はいい天気ですね。もらうんだけん今日はお前洗濯日和よ。洗濯日和やね、うん、こういや行く前に洗濯もあったら出しといてよって言われたわ今日洗濯日和なんですよやっぱり今日は一番いいあったかい日だったんやな。そうなんですよ、下界では。そうなんです。おうおう、よう蹴ったで今。よう蹴った。綺麗な鹿だった、うん、これは真周湖か。真周湖やね、うん、さっきの琵琶湖やったらあさひ丸峠まで帰ってきました。今日もブレードランナーアンドズカズカさんを見ていただきましてありがとうございました。ズカズカさん、
今日はまあちょっと残念だったんかね、やっぱり。そうだね、これは晴天がええわな。よろしくお願いします。もうでもあの辺あたりの紅葉は今から天気悪そうなけん、下までこう綺麗になるまであかんみたいな感じやな。そうだね。ほんでも走るコンディションが良かったな。ああ。見にくかったとはいえね。これはまあな。うん。でまあアドベンチャー的な感じでは面白かったけどね。うんうん。雨降るわけじゃないし。まあ、そんな前何もかもうまいこといきませんわな。うん。必ず何かあるわ。そうやな。うん。やほうじゃな。またおなげの涼しいになったんで、はい、それで釣りの方もちょっと一段落したみたいなんで川はということで、またねバイクで、いろんなところへちょっと一緒に探検できたらいいなという。食べれたな、ほら長いこと久しぶり走ったら。そうね。まあスーパーリンド全線走ったんやもんな。ああ、ただまあこれ終わった時な、帰り着くが早いっていうのはやっぱりええな。そうやな、紀藤から走ってくるのしんどいね。そうよな、うん、逆だったらな。うん、はい、ということで今日はこの辺あたりでお別れしたいと思います。今殿河内渓谷の方へ降りていってます。それではまたよろしくお願いします。さよなら、またね、よろしくお願いします。久しぶりだな、この感じ。久しぶりつい久しぶりよ。ほんまにバイクシーズン来たね。うん、ずっと飲んじゃったんだろうけどいや、俺でもやっぱこの暑い時はな、少ないよ、ほら圧倒的に。これほらけど、上へ来る時にはもうちょっと抜くしとかないかんっていうことやな。そうやな。今日やでもまだマシかもしれんね、もっと雨でもしとったらもうこれほんまたまらんって言うとっただろうね。カッパ持っていこうってなんぼでも思ったもん。新聞紙も持っていくかと思った。